さて、ご自身のポイントを記録してテストの最後に結果を確認しましょう。誕生月はいつですか？ A 4月、8月、12月 B 3月、7月、11月 C 5月、9月、1月 D 2月、10月、6月。A は20ポイント、B を選んだら10ポイント、C なら30ポイントです。D なら40ポイント差し上げます。誕生日の日付はどれに当たりますか ？A. 1日から8日、B. 9日から16日、C. 17日から24日、D. 25日から31日。A を選んだ場合は20ポイント、B は40ポイントです。C は10ポイント、D の場合は30ポイントです。自分の誕生時間をご存知ですか ？A. 午前12時から午前9時の間、B. 午前9時から午後6時の間、C. 6時から真夜中の間、D. わからない。夜中に生まれた方は40ポイントです。午前9時から午後6時に生まれた場合は10ポイント。午後6時から真夜中の間に生まれた方には20ポイント差し上げます。誕生時間を知らない人でも30ポイント差し上げます。皆さんのお気に入りの天気は何ですか ？A. 暖かくて晴れ。自分は 100% 夏タイプの人間。B. 雨の日。傘を持ち歩くのが好き。C.寒くて雪の降る冬、ココアと柔らかいブランケットがあればなおよし。 D 雷雨と稲光、小規模の地震か竜巻、少しくらいクレイジーがお好み。A の選択肢を選んだ人は10ポイント、B は30ポイントを追加しましょう。 C は20ポイントです。 D は40ポイント差し上げます。リノベーションをしましょう。お部屋の壁にはどんな模様を選びますか ？A. 丸、永遠に続くものが好き。B. 四角、綺麗に整っているのが好き。C. 葉や花、調和されている気がする。D. いろんな色と模様の変わったミックスが好き。丸は20ポイント、四角は30ポイント差し上げます。葉を選んだら10ポイントを追加してください。鮮やかな色を選んだら40ポイントです。それでは、塗りたての壁に飾るアート作品を選びましょう。A. インスピレーションを与える言葉が書かれたポスター。B. 自分で何か描く。風景がいいかな。C. 自分の肖像画を飾る。D. 無地の紙にする。A を選んだら10ポイントを追加しましょう。B は30ポイントです。C の選択肢は20ポイント。D は40ポイントです。おめでとうございます。あなたは100万ドルを手に入れました。最初に何を買いますか ？A. 家に投資するか株を買う。お金は自分のためにある。B. 家族と友達にプレゼントを買う。C. 夢だった世界一周旅行に出る。D.チャリティー団体にお金を寄付する。他人を助けることで自分は幸せを感じる。投資家のあなたは30ポイント。プレゼントを買うのが好きな方は10ポイント。世界旅行を計画しているなら40ポイント差し上げます。寄付を考えている方は20ポイントです。有名な監督があなたの人生を元にした映画を制作することにしました。どんなタイトルでしょう ？A. 静かなるもの。B. そこそこ満足。C. いい方向に考えよう。D. ガチ冗談。
A を選択した場合40ポイントを追加しましょう。 B を選んだら20ポイントです。 C の選択肢は10ポイント、 D は30ポイント差し上げます。人生が変わるような決断をするとき、自分の頭と心どちらを信用しますか？ A、 もちろん頭、感情は間違った方向にしか導かない。 B、 心、がっかりさせられたことはない。 C、 どっちも、状況による。 D、 家族に相談する、自分にとって何が一番いいか知っているから。自分の頭を信用される方は30ポイント、自分の心に耳を傾けるという人は20ポイント、どちらも信用できるなら40ポイント差し上げます。家族に相談は10ポイントです。親友と一緒にお気に入りのバンドを見に行く計画でしたが、親友は体調が悪くなり来れなくなります。どうしますか？ A、 誰かにチケットを売る。友達が行けないなら自分も行かない。 B、 一人で行く。友達にはグッズをお土産に買っていく。 C、 友達に行かないと伝えてこっそり一人で行く。 D、 親友と相談して他に一緒に行く人を探す。親友なら理解してくれるはず。A の選択肢は20ポイントです。B は10ポイント、C の場合は40ポイントで、D は30ポイント差し上げます。陰で自分は他人からどう思われていると思いますか？ A、 もちろん素敵な人で忠実な友達。 B、 ルックスとキャリアを妬まれていると思う。 C、 物腰が柔らかいタイプじゃないからおそらく態度がでかいと思われている。 D、 恐れられていて自分のことが話題にならないと思う。知ったら私が切れると思われている。A を選択したら10ポイントを差し上げます。B は30ポイント、C の場合は20ポイントです。D は40ポイント。他人は自分のどんなところを評価していると思いますか？ A、ユーモアのセンス、いろんなシチュエーションで役立ってきた。B、すぐに手を差し伸べるところ、友達は絶対裏切らない。C、的確なアドバイスができること、何がベストか常に心得ている。D、イケてる性格、面白い話をいっぱい持ってる。A は20ポイント、B の場合は10ポイント差し上げます。C の場合は30ポイントを追加してください。D は40ポイントです。一番の恐怖は何ですか？ A、暗闇。ベッドの下にはモンスターが住んでいると思う。B、 失敗。キャリアで成功して大金を稼ぎたいと強く思っている。 C、 一人になること。パートナーや友達がいないと生きられない。 D、 ヘビ。ヘビは何をしでかすかわからない。 暗闇を恐れている方は30ポイント差し上げます。失敗が最も恐怖だという方には20ポイント、1人を恐れる人は10ポイント、ヘビが一番怖いという人は40ポイントです。一番面倒な家事は？ A、 皿洗い、かなり退屈。 B、 洗濯物のアイロンがけ、時間がかかるくせに結局シワになる。 C、 芝刈り、セメント固めにしたいくらい。 D、 家事はしない、他人を雇う。A の場合は40ポイント、B の場合は10ポイントを追加しましょう。C は30ポイントです。D は20ポイントを差し上げます。今日はついていません。少しでも気分を改善してくれるものは何ですか？ A、自宅でピザと楽しい映画。悲しみも笑い飛ばせる。B、公園での長い散歩。自然で癒される。C、ジム。痛みを汗と一緒に流す。D、買い物する。買い物セラピー派。
選択肢 A は10ポイントです。 B の選択肢は40ポイント差し上げます。 C は30ポイントです。 D の場合は20ポイント贈呈です。ポイントを加算してみましょう。150から230ポイントをゲットした方を一言で表すと優しい、驚くほど思いやりがあって情け深いあなた、誰に対しても共感を抱き笑顔を絶やしません、ポジティブなエネルギーと楽観的なものの見方を周りに伝染させます。周りから愛されているのはこれが理由。あなたの最大の恐怖は他人を悲しませることです。そのためあまり率直ではありません。時にははっきりものを言うことを忘れないでください。240から330ポイントを獲得したあなたはとても賢い人物です。どんな問題の答えも分かっていて自分の意見をしっかり持っています。問題を解決することを好み常に学びを求めます。常にベストな決断を導き出すことができるため他人からアドバイスを求められることも多いでしょう。感情をコントロールして常に丁寧さを忘れません。340から420ポイントを獲得した方は自信に満ち溢れる人物です。野心家の努力家で生産的、頑固だと言われることもあるかもしれませんが、あなたは目標を設定し達成することができます。そのため自分にとっては悪いことではないでしょう。聞きたくないような内容でも率直に自分の意見をはっきりと述べます。尊敬されているため他人はあなたの意見を重宝しています。430から510ポイントで終了ですか？おめでとうございます。あなたはひょうきんな人物です。ムスッとしたような人でも笑わせてしまうことができるあなた、パーティーの中心人物です。生まれ持ったカリスマ性のおかげで人を引きつけます。いつも気分が良く周りまで元気になります。 100% の楽観主義者で人生の明るい部分に目を向けることができます。最終的なスコアが510ポイント以上の場合、あなたは自由で自立しています。心からワイルドなあなたは退屈が一番嫌い、常に冒険を求めています。他人の意見に自分を曲げることはありません。頭を柔らかくして考えることができ、アートによって感情を表現します。